千年前に始まったのだ。薬の用意が整いましてございまする。マネバ、私はどうなる。たちを数える前にそのお命つきましょう。もういい。同席官、病状の悪化は止められない。死んで当然だ。けれどもその医者の薬が効いていたというのが分かったのは、私の体は正気がみなぎり強靭な肉体を手に入れたかと思えたが、日光に当たれば死ぬのだと。人の血肉を欲するようになった。都の安寧を乱す鬼め。それは私のことか。力を手に入れたのだ、永遠の力を。私は日の光でも死なない体を求めた。青い彼岸花という薬の作り方はわからなかった。知っていたのは殺した医者のみ。日本中どこを探しても見つからなかった。愛用を克服できる体質のものを探すことの二つを最優先としてきた。見つけた。あの娘が太陽を克服した今、それを取り込み、私は日の光を克服する。私は完全なる存在となるのだ。気づきの加減のみ集められている。移動した。また血気術。なんだこの女は。頭を垂れてつくばえ。申し訳ございません、お姿も気配も異なっていらしたので。誰が喋ってよいと言った。ルイが殺された。何故に加減の鬼はそれほどまで弱いのか。ここ100年余り、十二気づきの上限は顔ぶれが変わらない。何度入れ替わった。そんなことを俺たちに言われても。そんなことを俺たちに言われても。なんだ、言ってみろ。まずい。何がまずい。申し訳ありません、申し訳ありません、申し訳ありません。お前はいつも鬼狩りの柱と遭遇した場合、逃亡しようと思っている。私はあなた様のために命を懸けて戦います。お前は私が言うことを否定するのか。逃げるしか。愚かだな。もはや十二気づきは上限のみで良いと思っている。加減の鬼は解体する。最後に何か言い残すことは。私はまだお役に立てます。お前はどのような役に立てる。あなた様の血を分けていただければ、私は必ず血に順応してみせます。なぜ私がお前の指図で血を与えねばならんのだ。違います、違います。黙れ、何も違わない。私は何も間違えない。全ての決定権は私にあり、お前は私に指図した。死に値する。最後に言い残すことは。そうですね、私は夢見心地でございます。あなた様直々に手を下していただけること、他の鬼の断末魔を聞けて楽しかった。人の不幸や苦しみを見るのが大好きなので。気に入った。私の血をふんだんに分けてやろう。そして私の役に立て。
耳に花札のような飾りをつけた鬼狩りを殺せばもっと血を分けてやる。I will